次タイトルマッチやらせてください。もう一回チャンピオンになった方がいいのかなとか書いたんですけど、無理だよとかなんか結構来て、まあ散々舐められてきたんで、上半身から結果でやっぱり強いでしょっていうのを見せるしかないんで、결국에제가원하는것은뭐승리이런것보다는재미있는시합을남기는게저의목표입니다まあ本当ようやくこの日が来たなっていう感じですね。やっぱいろいろうまくいかなかった時とかもあって、これ、まあ、チャンヒョンに勝てば誰も文句言えないと思うんで、やってくれると信じてます。負けるわけないですよ。見とけでも約束したんで、僕が取ってタイグマ絶対タイグマ負こうぜって、それを信じてます僕は。眠いです。眠い。ああ。少し。아예맞습니다물론입니다챔피언인제로아빠가되겠습니다챔피언세컨손어아아아가짱가되기맞습니다언제연말한번이맞습니다完璧の状態、あとやるだけ、みんなで楽しんで最高の舞台にしよう。はい、やってやるぞ、チャンピオン取るよ。はい、しゃーしゃー。うわ、すごい。楽しいぞ。どん底から這い上がって掴んだこのタイトルマッチ、絶対に負けるわけにはいかない。よっ。さあ、フェザー級王者になってから長い時間が経ちました。2017年にタイトルを獲得、3度の防衛、今回が4度目の防衛戦になります。第5代ライトスーパーフェザー級王者、チャンピオンリー・リングインです。期待を込めて 7-3 でチャンピオンする。いや、本当調子次第だなと思いますよ、チャンピオンの。序盤はやっぱりチャンヒョンがパンチ当てたい、でタイガ選手は序盤はできればもらいたくない戦いしたいんですよ。あ、そうですか。勝たなくていいんですよ、タイガ選手は。もらわなきゃいいんです、序盤は。当たらなくてもいいからもらわなければいいと。おおっと、左が顔面を捉えていきました。ぐらついたチャンヒョンリー。いや、勝ったのはどうですか。いや、今の聞きましたね。話を聞いてね。いや、聞いてた。練習通りっすよ。あれもうめっちゃあのパターンやってたんですよ、フックにこのカブセリ行く。行くか迷ったんですけど、いやガス欠したら怖いなと思って、あのクロスを練習しよう。いいのせんな、奥奥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 。ここで当てないことです。チャンヒョン選手こっからが強いんで。さあこの後は冷静になっていく。さあ勝負なんで。タイガ選手、あれでいいですね。あれでいいんです。倒していかなくていいです。さあ、第1ラウンドが終了しました。いや、タイガ強いですね。タイガはちょっと遅いですね、まだ。ちょっとこう、試合中の鳴り物を使っての応援は、3名ともに10対9。タイガを支持する。ともに10対9でタイガを支持していきました。この辺りはどんどんと打撃を出していきますが、チャンヒョンがスイッチしながらパンチを仕込んでくる。ちょっとガール、
あれ、受けすぎたらちょっとやばいから。タイガー、下がれない下がれない。僕は足大丈夫。やっぱ蹴られましたっけ。蹴られてないですよ、蹴られてないですよ、今日は。結構です。いやでもね、試合中は痛くねえよ。左、ノーモーションの左が顔面入りますよね。そうですね。작전은이제3라운드부터이제3라운드4라운드5라운드부터이제시작하려고했는데그게크게많이가근데본인은데미지없어서이게경기흐름상이너무크게너무넘어가는거예요저거를타워센터로가서타이거선수저거勝負ですよ。3라운드타이거선수そうそうそう、もう勝負するべきですね、タイガ選手は。前に出てくるチャンピオンに対して、タイガーどういうふうに戦うか。ストレートいいよ、ストレートいいよ。受け返し、受け返し、受け返し、受け返し。タイガーさん、受けて終わっちゃダメ。そう、チャンピオン選手としてはローキック出してますけど、決めている気配がないんで、苦しいと思いますよ、チャンピオン選手は。あ、왼쪽ホクト作戦中に하나였고、ローキックが重要作戦です。ダンジョンの手数が少し減ってきましたか。そうですね、どっちかというとスタミナよりもリズムに乗れなくて苦しんでるって感じですね。そうですか。チャンヨン選手がやっぱ後半ギア上げるときってリズムに乗っける時なんですよ。リズムに乗れない理由っていうのは何があるんですか。自分の攻撃が当たらない時です。自分の攻撃が当たらない。そうです、当たってくると上がってくるんですけど、当たらないとやっぱ後半やっぱきつくなってきますね、チャンヨン選手。最後、ここしっかりね、ここしっかりよ、集中、集中、ナイスアクロス。チャンヨンが非常に苦しい表情を見せています。まあ、本来だったらここから上げられるべきなんでしょうが、はい、自分の方が点数取ってるっていう部分は、はい、中盤戦以降どういうふうに左右しました。まあ、最後まで本当に自分の方が絶対強いと信じたんで、周りのみんなの方が言うことずっと本当に 100% 信じてるんで、僕すごい今すごいチームのすごい強いとこかなっていうふうに思ってます。はい、ここで第4ラウンド終了。印象だけだから逃げればいいな。はい、はい、はいか、今勝った、今勝った。タイガー集中しろよ、集中しろよ。セブンナー、セブンナー、いるぞ。はい、頑張れ、両スケートだ。会場からのタイガコールに後押しされて、この第5ラウンド出ていきました、左ストレート。さあ、チャンヒョンとしてここは前に出なくてはいけない。いや、もういけると思ったら出し切るだけですね、タイガ選手は。そうですね。역시제생각에는타이거선수가4라운드가좀약할것이라고생각해서체력이빠질수있도록복부위주로공략을하려고했는데생각보다가드를잘했던것같습니다。4라운드5라운드미디어는스타미나가切れると思ってたって言ってました。最近結構4ラウンドでやったんで、延長とかもあって最初から5ラウンドの詰めでいったんで、あとは試合ですね。タイガを倒すことができるか、あっとパンチを合わされる。右が顔面を捉えていきました、タイガー。あれ、顔面を捉える。あれ、あれ、ここは相手を押し倒した、押し返していきました、タイガーです。そして飛び膝、いけるぞ、あと少しだぞ、タイガー。いけるぞ、いけ、ラスト20。相手を倒して左ストレート、前を向いてお互いに拳を出していく。ここで第5ラウンド。いや、最後は崩れ落ちるように、ジャッジ和田50対49、青タイガー。まずは挑戦者青タイガー。ジャッジ豊永50対48、青タイガー。
出たっすね、タイガー悔しいな。いや、自分が取れなかったところなんで悲しそう。タイガーだ、タイガーだ。일단 2017년부터 갖고 있었던 타이틀을 오늘 잃게 되어서 조금 마음이 아픕니다. 뭐 이런 게 격투기고 항상 이길 수만 없으니까 이제 뭐 저희가 초보자도 아니고 그러니까 이제 그냥 당연하게 받아들이고 이제 몸 회복하고 다음 시합 해야 되지 않나 생각합니다. 지금 오늘 챔피언 벨트 이렇지만 항상 재미있는 경기를 위해서 항상 노력하고 응원해 주시는 라이즈 팬분들께 너무 감사드립니다. 저희 챔피언 됐습니다. 本当に多分やめようかなと思った時だったり、うまくいかないなって、どうしたらいいんだろうっていう時期がいっぱいあったと思うんですけど、今とその頃と見比べてて人生が本当楽しそうにしてるっていうか、その時すごい孤独だったと思うんですよ。まあ、僕が話したりもしてたけど、でもこう結構考え込むタイプですごい孤独だったと思うんですけど、 今までこうジムの他の選手とかのことを仲間なんて言ったこととかもなかったんですけど、今すごいその仲間意識を持っててですね、はい、それをすごい感じますね。なんか何気に今まで何十戦もいろいろ見てきたけど、涙が出たの初めてかもしれないですね。まあよく頑張ったっていう意味では涙が出ました。本当に終わりました。やっと1年間ここにチャンピオンさせるためにここまで来たんで、1ラウンドから5ラウンドまでのどんなパターンでも倒せるっていうか、こう動きとかもずっと練習したんで、2ヶ月ぐらいずっと毎日つきっきりで、1ラウンド目はこうしよう、2ラウンド目はこうしよう、こう来たらこうしようとかめちゃめちゃパターン決めてたんで、ちょうど1年ぐらいなんですよ、でトライアウト来て、それで1年でここまで来たんで、あの人だったら多分世界まで全然いけるなって思うんで、それは本当ライズに出させてもらって6年くらいですかね、はい、今ようやくこうやってライズのチャンピオンとしてここに座ることができたんで、
本当、まあ、復活できたのかなっていうふうに思います。初めて俺泣いちゃいましたよ。泣いたんですか？泣かなかったんですけど。まあまあね、上直接あったんで、なおさらですよ ね、 ね。苦しい時期があったからこそね、やっぱりこのタイトルマッチのベルトの重みもあるから。まあ彼自身、ずっと飲み悩んでて、順風満帆に来たのは、ライズに来てからですね、格闘技人生ではなかったんですけども、今回本当に良かったと思います。まあ、前世紀のタイガーに戻ってきたのかなと思います。彼にとって非常に重みのあるベルトになったと思います。どうですか、似合ってますか？似合ってると思います。僕がライズのチャンピオンってなんかすごい新しいですけどもう無理だよとか引退しろとかすごい言われた時期あったんですけど、僕のこと信じてついてきてくれるみんながのおかげで、またこうやってチャンピオンに戻ってくることができました。皆さん今後も僕の応援よろしくお願いします。それと、まあ、今日試合前武尊選手から頑張れよっていうふうに連絡いただいて、僕もしっかりチャンピオンになったんで、1月28日スーパーレッグ必ず KO してワンのチャンピオンになってくれると思うんで、皆さん応援 してください。僕も応援しに行くんで。と僕一緒にフランスに行かせてもらった時に、まあ、久しぶりにああいう本物の選手と一緒にいて、まあ、やっぱ俺はここだなっていうふうに、あの時本当に気持ちが変わったんで、でもすごい長い時間がかかってしまったんですけど、まあ、ようやく、まあ、もう一回スタートラインに立ったんで、自分と周り信じて、まあ、どこまでも行ってやろうと思ってるんで、本物を目指して僕も世界で一番になりたいなっていうふうに思います。来ました。ちょっと来てくれて、ちょっと来ます。僕ん家で一緒に飲んだことありますから、昔あれなんですよ、僕行った時にもういいよね、別に、はい、熟女もののエロもののベベッドに隠して当時の彼女も見つかるっていう何これあの時から10年ぐらいですね、いろいろありましたね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。